新品のように生まれ変わりますので、夏にぜひおすすめしたい整備です。ジャパンカーレスキュー就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。今日はジャパンカーレスキューグループのカーメイク古川にお邪魔しています。今回何をやっているかと言いますと、夏のおすすめの整備ということで、エアコンガスの入れ替えをやっております。こちらのヤマダ 780RBI ガスという機械なんですけれども、エアコンガスを一度真空引きしまして、そして綺麗なガスに入れ替えてくれるという機械になります。これをすることによってエアコンが新品のように生まれ変わりますので、夏にぜひおすすめしたい整備です。ジャパンカーレスキューではいろいろな車の紹介やおすすめの整備などいろいろな動画を投稿しておりますので、よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ジャパンカーレスキュー、実際先ほどこの車エアコンガス入れ替える前の温度測ったんですけれども、本来であれば温度計さして10度ぐらいまで温度下がらなければいけないところ、21度ぐらいということで、全然車のエアコンとして辛い状態になってましたので、今回この作業を行ってます。大体何度ぐらいなんですか？こちらのテクサコンフォート 780R はエアコンガスに含まれている不純物を取り除いて、不足しているエアコンガスを規定値まで充填してくれる機械です。実際車のエアコンというのは規定値までエアコンガス入っていないと効きが悪くなってしまいます。新車の場合は規定値までエアコンガス入ってるんですけれども、中古車だったり年数経ってきますと車の走行による振動などで少しずつエアコンガス抜けていってしまいます。ですのでだんだんと乗っている間に車のエアコンの効きなんだか悪いなという風になってきてしまいます。そういう方にはぜひおすすめしたい整備です。中古車にお乗りの方でなんだかエアコンが効かないなと思っている方はぜひ本当におすすめしたい整備ですので、お近くの方はお問い合わせいただけたらと思います。実際私2年前に別の車でこのエアコンガスの入れ替えしていただいたことあったんですけれども、全然違いました。乗ってもうすぐにこれは違うなと体感できるほどエアコンの違い感じていただけると思うので、個人的にもすごくおすすめしたい整備です。こちら今作業時間も出ております。始めた時に19分から始まりまして、今8分まで進んでおります。だいたい全体の作業時間で1時間程度あれば終わる作業ですので、少し店舗でお待ちいただくことにはなるんですけれども、1時間ぐらいと思っていただければいいかなと思います。こちらの 780RBI ガスは従来規格の HFC134A や
最新規格の R1234YF にも対応しておりますので、いろいろな車でこちら施工することができます。真空が終わりまして、真空保持テストというモードに変わりました。こちらは3分ほどで作業終了するようです。もちろんこちらエアコンのガスの不純物を取り除いてくれるものなので、内部全部を清掃するというわけではないんですけれども、エアコンガスをきれいにすることによってエアコンからする嫌な匂いなども取れたりします。もちろん全体のクリーニングというのを行った方がもっとより綺麗に使えるんですけれども、このエアコンガスの入れ替えだけでも効果を感じていただけるかなと思います。真空保持テストが終わりまして、真空ガスウォームアップ中していますということで出てます。真空完了ということで出てます。お待ちください。Rライトが点灯してます。作業始まりました。今ガスを入れていってるんですね。一度回収したガスを不純物を取り除いて綺麗な状態にして今車の中に戻していっています。今回作業している車がセレナなので、やはり大きな車体の車だと車両のガスの量大きくなりますので 800g 入りました。充填作業完了ということで、これで作業終了です。終わりました。終わりましたね。でも体感もすでに全然冷たさ違いますね。エンジンかけてエアコン使い始めはかなりぬるい風が出てたんですけれども、現状でもう冷たい風で出てます。本日そんなに気温は高くはないですけれども、現状で冷たい風が出てます。あれ、さっきの紙もらって、紙紙じゃないんですか。 紙あげない、あげない、もらえないんですか。紙ない。あ、紙ないんですね。紙なかった。紙なかった。なかったのか。これしかない。あ、それし、あ、そういうことですね。紙がなかった。さっきより冷たいですね。もっと下がります。
さっきより冷たいけど風弱いよね。風の。あ、風は弱い。風弱いのは何なんですか？クリーンフィルターの詰まりとか考えられます。フィルターが詰まってる。風出すにはフィルターの交換って感じですか？それだけでいいですか？以外に？それ以外にはない。ない。なんかもうちょっと下がってほしかったんですけど。あれ？そうなんだ。はい。今チューベルはどうしました？ああ。手あった感じは最初よりは。うん、全然冷たい。設定温度18度にしてはまた、うん、完璧ではなかったですね。まあ、あとはいろいろ考えられるかね。ガスも少なかったのは少なかったけど、まあ、でも前よりはいいんで。でもうちょっと復活させたいってなるとフィルターをとりあえずフィルター交換してみて、まあ多分風の量的にはもう少し強くなると思うかな。はい、ありがとうございます。こういったにお客さんの車なの？いえ、私の車です。なんだ。うちの車です。うちの車なの。キャンプやった時は劇的に変わったことない。はいはいはい、そうなんですよね。夏場の黒じゃこれちょっと厳しいなぐらいの温度だった。いいですか？さっきより全然涼しいです。そこまでじゃなかった。あとはじゃあ考えられるのはフィルターの方。フィルター一回取っ替えてみて、多分取っ替えてないでしょ。多分取っ替えてないです。タントは取っ替えたんですけど、1年に1回ぐらい取っ替えた。はい、ありがとうございました。ということで施工完了しました。施工時間約1時間ほどで完了します。実際今回こちらのセレナの場合はエアコンガス出てくる風は冷たくはなったんですけれども、おそらくエアコンフィルターの詰まりでちょっと出てくる風が弱いので、そこまで劇的な温度の変化というのはなかったんですけれども、実際こちらの施工される時はエアコンガスと一緒にエアコンフィルターの交換も状態を見て、汚れているようであれば交換していただくといいかなと思います。そうすることによってエアコンの風も少し強く出てきますので、より冷たさを感じていただけるかなと思います。ジュバンカーレスキューではいろいろな車の紹介など動画を投稿しておりますので、この動画が良かったらぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。動画見てくれておおきに。ほなねー。